お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の大津、対するマリーンズの先発は右の三馬、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の三馬、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは周東。第1球投げました。もう第2球投げました。カットボール見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間抜けた。周東、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番今宮。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球シュート、スタート、ストライクになった。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。第2球投げました。ボール。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは3番柳田。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、カットボール空振り。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、直球空振り、148キロストレート。さあ、5球は5球目、投げた、打った、掴んで、これで3アウトになります。1回が終了しまして、マリーンズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山川。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール、アウトローへ。投球はこれから3球目、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、危ない球。さあ、5球目ストライク。第6球を投げました、見逃し三振。バッターは5番近藤。第1球見送ってストライク。第2球スラーブはボール。投げました、3球目空振り。第4球を投げた、低め、スプリット外れてボール。次が5球目、打ちました、ファウルボール。第6球を投げた、流し打ち、ヒット。打ったバッターは二塁へ向かった。中継、近藤、ツーベースヒットを放ちました。マリーン先制のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは栗原。大きな声援が届いています。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ。上田ベースを踏んでツーアウト。マリーンなおもピンチが続きます。第1球投げた、直球見送ってストライク。第2球投げました、おっつけて打った、取って、これで3アウトチェンジ。さあ、リプレイです。三馬、ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の裏が終わりまして、0対0です。3回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは海野。第1球投げました、ストライク、少し迷ったか。第2球ストライク。第3球を投げました、ストレートはボール、外へ。投
げました、ボール。第5球投げました、打った、流し打ち、ファール。第6球を投げた、見送ってボール。第7球を投げた、スラーブ、見逃し三振。バッターは9番牧原。第1球投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。第2球投げた、内角低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。投げた、打ちました、ふわふわっと上がった、ピッチャー落下点、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰ってシュート。第1球ストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、空振り三振、ボール球で仕留めました。見間、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。序盤終了しまして0対0です。ホークス、この回は2番からの好打順、先頭バッターは今宮。第1球初球外れてボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球は流し打ち、切れていきます、ファール。次が4球目投げました、変化球はアウトローへ、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打ちました、ファール。第7球を投げた、おっつけて打つ、ピッチャーに多く球数を投げさせています。投球8球目投げた、内角高め、空振り三振。最後は146キロストレート。左バッターボックスは3番柳田。第1打席はファールフライ、初球から打ってった、これはヒットになります。レフトからセカンドへ、柳田、いいバッティングを見せました。マリーン先制のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー一人を置いて迎えるバッターは山川。ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げた、ボール。マリーンズ、ここは引っ張りに警戒します。第2球スラーブ、空振り、投げた、危ない球。マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。4球目空振り。第5球投げました、外れた、ボール。次が6球目投げました、外のボール泳いだ、これは内野へのフライだ。佐藤、落下点に入った、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。今日ツーベースを打っている近藤。第1球ストレートはストライク。第2球投げました、打った、抜けた、ライトバックホーム、近藤ナイスバッティングです。マリーンズ、なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターは栗原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球空振りから投げました、アウトコース低め、スラーブ外れてボール。第3球を投げました、直球ストライク、アウトローへ。追い込んでから第4球を投げた、ボール。投げた、ボール。投球はこれから6球目、ランナースタート。外れました、フォアボールです。これで塁が埋まりました。バッターは DH のローカー。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。完全に外れた、ボール、打った、ファールボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、ボール。投げた、打った、いい当たりだ、ボールはライナーに右中間へ、ワンバウンドヒットになるか、ボールが転がる、センターからセカンドへ、ホークス2点入りました。ウォーカータイムリーツーベース。マリーンズ、なおもピンチが続きます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは8番海野。これが2度目のバッターボックス。投げました、見送ってボール。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間のゴロ。藤岡、ボールを掴んだ、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして2対0、美馬とうとう打たれてしまいました。
ホークス。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは牧原。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第1球、第2球、ストレート見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球は引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。アウトコース、空振り三振。最後は147キロストレート。第9球投げました、ボール。さあ次の投球、投げた、ボール。投げた、低めの球、空振り。タイミング合いません。さあ4球目、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから5球目、打ちました、ファール。投球はこれから6球目、打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番今宮。ここまで2三振といいところがありません。第9球投げた、初球空振り、少し迷ったか。投球これから2球目、打ちました、抜けた。今宮、いいバッティングを見せました。バッターは3番柳田。第9球投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。もう追い込んでいます。追い込んで投げました、外れた、ボール。次が4球目、投げました、打った。第5球投げました、直球、空振り三振。前半が終わりまして2対0、ホークス現在2点をリードしています。6回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは山川。今日は三振とキャッチャーフライ。第9球投げました、アウトローを見送ってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、あっと引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番近藤。今日3打席目。第9球直球ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、打った、流し打ち、サード左、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番栗原。今日はファーストゴロとフォアボール。第9球見送ってストライク。初球ストライクから、第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球はスプリットはボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げました、スプリット、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。見間、最後は空振り三振で打ち取りました。中盤まで終了しまして2対1です。痛恨のサヨナラ負け、マリーンズ敗れました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手杉山、負け投手。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。